マルバルリミノキレイジアンソスアテインイズは、ルリミノキ属の植物の一つ。葉の基部が丸いのが特徴。高さ1メートルほどの常緑性の低木。茎は細くてまばらに分子し、小枝は太さ3ミリメートルほど。茎全体に、気褐色の合毛が立ち気味に密生している。葉は耐性し、長楕円型から楕円型で、先端は短く突き出して尖り、基部は、 マリーカ左右不対称な心形。傭兵は普通はないが、時に3ミリメートルほどの短い柄がある。傭心は2.5から9センチメートル、幅は2から4センチメートルで、表面はほぼ無毛だが、裏面は高褐色の剛毛が一面にある。側脈は7から9体で半ばから先では、葉の先端方向へ大きく曲がり、また裏面に突出している。卓洋は、 強三角形で、先端は細く突き出して、長さ4トル合毛が密生している。花は12月から翌年の4月までの間に開花し、葉の脇ごとに1から3個生じる。花序には包容があって、線形で長さ8から1 3ト、mm、ルで合毛が密生している。楽頭は長さ約2ト、mm、ルと小さく、 その円は狭い三角の五つの列片に分かれる。列片は長さ 1mm で光毛が生えている。果敢はロード型になって長さ 7mm、外面には長い毛がある。先端は長さ 3mm の三角上乱形の列片5つに裂ける。液化は休憩で計 7mm で瑠璃色。先端部に角列片が残り、そこには長い毛がある。 日本では、薬島遺南の琉球列島に産し、国外では台湾から中国南部、東南アジアからインドまで分布がある。森林内に生える。ドリミの貴族には、東アジアから東南アジアを中心に多くの種があり、国内には6種がある。本種は他種と一緒に見ることができる。本種はその中で全体に褐色を帯びたゴウモがある。ことと葉の基部が丸く。 あるいは心形になって傭兵がないかごく短い、ことで容易に区別ができる。毛肌ルリミノキエルカーティスイも植物体に合毛が多いが、この種では葉の基部は鋭く細まり、それに傭兵が明瞭にある。また毛の多いものとしては、台湾ルリミノキエルサイヤノカーペスも全体に合毛が多いが、この種では葉の基部が細くなって傭兵があるほか、 本種より大型で養診の長さが11から23センチメートルと本種の2倍にも達する。なお、日本産のものでは本種と台湾ルリミノキの2種は、過剰の法要が養生に発達することなどから台湾ルリミノキ、ブッシセクト、ブラクテアティにまとめる説がある。レイジアンソスアテンタストラーピコス、ヨネクラコウジ、カジタタダシ、マルバルリミノキ、 BG プランツワミョウ学名インデックス。2016年8月6日閲覧。以下、主として、佐竹ほか、P202 初島、P573 初島、P573 佐竹ほか、P202。ありがとうございます。